どうもこんにちは、スクさんの岩野です。今月もランキング発表の時間がやってまいりました。イエーイ。というわけで先ほどですねランキングの方確認したんですけど、なんと1位に期待の新星現るっていう回ですね。今まで全く登場してこなかった人間が今回1位になりましたということで、ランキング10位以内を発表していきたいと思います。今回もですねディレクターの田中さんも参加してくれそうなので、田中さんから質問を受けながらランキングを発表していきたいと思います。10位、飯田さんです。おめでとうございます。飯田さんって何ができるんでしたっけ？それもう動画で言ったやん。飯田さんはですね YouTube の運営代行が得意なんですけども、特に人材領域の会社さんに強みがあるっていうところですね。続きまして9位、マキトルくんです。おめでとうございます。マキトルくんっていうのは前田さんが事業責任者として行っているサービスですよ。そうです、前田さんことマキトルくんです。マキトルくんっていうのは定額でウェブマーケティング周りの業務を本当いろいろなものを相談し放題っていう風なサービスになってます。続きまして8位、川口さんです。おめでとうございます。川口さんはクリニック集客が得意なパートナーさんになります。 YouTube とか Google とかでクリニック集客とかで検索すると、はい、全部川口さんのクリニック集客をハックされてますよね。そうですね、クリニック集客といえば川口さんみたいな帝国が築かれつつあるって感じですかね。なんでかっていうのは川口さんの方にインタビューしてきたので流させていただけたらなと思います。了解です。じゃあどうぞ。クリニック集客でハックできてるって話なんですけど、前提として Google が動画とか記事を見てる人がそれをいいねと思ってもらえてるものが上に来やすいっていうのがあるんですね。なのでシンプルに院長先生とかクリニック関係者の方が僕の記事とか動画を見て多分刺さってるんだと思います。続きまして7位、船崎さんです。おめでとうございます。船崎さんは SEO のコンサルティングが得意なパートナーさんになります。船崎さんが最近支援されている SEO ラウンジプロっていうのがとても好評らしくて、めちゃめちゃ忙しそうです。 SEO ラウンジプロっていうやつを公開しておくと、8週間で SEO の未経験からマーケターになるまでご支援するマーケティングのスクールになってます。詳しくは受講生対談動画があるんでそちらをご覧いただければなと思います。続きまして6位、深井さんです。おめでとうございます。深井さん結構久しぶりって感じですかね。 LP 制作だったりとか LPO、 さらにその先の広告運用の代行などを支援されているパートナーさんになります。前月から14位も順位上げてて本当すごいですね。 LP 制作のご支援をすることが多くて、それでと納品したタイミングで売上が上がって利益になるっていうケースがしばしばあるので、そういう意味で今回大きな納品があったというタイミングになります。と続きまして5位、小原さんです。おめでとうございます。常連の小原さんですね。営業代行だったりとか SEO の実行支援が得意なパートナーさんになります。小原さん最年少のパートナーなのに毎回ランクインしてすごいですね。ミーティング結構する機会多いんですけども、悔しがってるというか、そういう風な視座になってるので来月以降も頑張ってほしいなと思ってますね。続きまして4位、浜口さんです。おめでとうございます。ウェブ戦略の策定から実行支援まで様々な領域の支援が得意なゼネラリストのパートナーさんになります。ソックさんには領域特化のパートナーさんが多い中で、ゼネラリストの浜口さんっていうのはどんな依頼が多いんですか？ウェブ担当者さんがいないような中小企業のオーナー社長さんから全部やってよっていう依頼だったりとか、あるいはウェブ担当者さんがいるけれどもその人がパツパツで考えるところがちょっとおざなりになっちゃってるっていう場合に、浜口さんがスッと助っ人として入るみたいな形が多いっていうイメージですね。今野さんに結構言われちゃったんですけども、浜口さんにどんな依頼ができるのかみたいなとこ聞いてきたので、ぜひご覧いただけたらなと思います。僕はゼネラリストとして施策決まってなかったりとか、ウェブの担当者が自社の中にいない企業さんをご支援することが多いです。なのでご相談いただいた内容に合わせて待ってる予算の中からどこにどういう施策にお金を使っていけばいいのかみたいなところをご支援しているパターンが一番多いかなというふうに思っています。特産でいうスペシャリストの方々と一緒に施策を動かしていくっていうようなイメージでご支援しています。スペシャリストって基本的に SEO やりたいとか YouTube やりたいみたいな形である程度もう施策が決まってて、社内の方で責任者みたいな方がいたりとか、そもそも事業責任者が各施策を決めて各 KPI に落としてこの数字を達成するためにプロの力を借りたいみたいな、そういったケースが多いかなと思うんですけど、ほとんどの企業はそこまでいけてないケースが多いなと思っていて、数ある施策の中からどの施策を選べばいいのかとか、そもそもどこに予算をどれぐらい割けばちゃんと事業インパクトが出てくるのかみたいなところが決まってない会社さんが多いので、そういった企業さんに入っていって代表側の目線に立って一緒にどの施策をやっていくべきかみたいなのを議論してご支援するパターンが多いです。浜口さんもねこれまでそんなに動画の露出っていうのはしてこなかったんですけども、実はもう動画を撮り終わっていて、10月終わりとか11月ぐらいにいよいよ情報発信をしていくっていうことになるので、それも楽しみにお待ちいただければなと思います。いよいよトップ3に入っていきました。まず第3位、奈良本さんです。おめでとうございます。
ここで一気に金額が跳ね上がりましたね。そうですね、4位の濱口さんの倍以上の金額になってるんですけども、七本さんはウェブ制作だったりとか SEO の実行支援が得意なパートナーさんになります。続きまして2位、青笹さんです。おめでとうございます。先月1位だった青笹さん、めちゃめちゃ調子いいですね。そうですね、本当に3位以上のところって金額感がインフレを起こしてるみたいなところなんですけども、青笹さんは YouTube の運営代行が得意だったりとか、あるいは動画編集者の育成事業っていうのを担っているパートナーさんになります。青笹さん毎回すごい利益上げてますけども、なんでなんですか？動画編集道場プロっていう動画編集者の育成サービスっていうのがめちゃくちゃ好調で、プラス法人向けに動画編集者の内製化支援、動画編集担当者さんをしっかり育てますよっていうのも実は稼働してたりするので、そういうところでめちゃくちゃ売上立ててるっていうところですかね、うん、やってまいりました。1位の謎の人物の発表です、はい、というわけで1位、加藤さんです。おめでとうございます。加藤さんですか？ストックさんチャンネルとか出られてましたっけ？実はまだ1回も出たことがなくて。そうです、私と付き合いで言うと 4,5 年ぐらい一緒にやっているエンジニアさんですね。あ、加藤さんはどんな業務を行っているパートナーさんなんですか？ウェブの制作だったりとか、システムのアプリの開発だったりとか、あとエンジニアの育成事業っていうのを担っているパートナーさんでして、最近ね、ストックさんチャンネルご覧になっていただいている方はご存知だと思うんですけど、プログラミングスクールっていうのを発表したと思うんですよね。テックエリートっていう名前なんですけども、それでめちゃくちゃ問い合わせが来て、売り上げが立って利益めっちゃ残しているみたいな形になります。2位の青笹さんとこれまた2倍以上の差をつけててインフレがすごいですね。これのせいでインフレが常態化しちゃいましたね加藤さんも濱口さんと一緒で、今まで露出ゼロだったんですけども、すでにこれも動画撮り終わっていて、次に公開されるかなと思いますので、ぜひご覧いただければなと思ってます。要は DX の支援みたいなところも得意だったりするので、そういうところにお困りの方は加藤氏名でお問い合わせもお待ちしていますというところですかね。今回1位の加藤さんには1位の報告と改めて自己紹介みたいな取ってきたのでご覧ください。はい、じゃあどうぞ。加藤さん、はい、ストックさんで利益額なんと1位です。おめでとうございます。ありがとうございます。ストックさんチャンネルに出られるの初めてだと思うんですけども、自己紹介みたいなのっていただいてもいいですか？わかりました。メインで今やっているところで言うと、システム開発だったり DX の支援っていうところをやらせていただいています。それ以外にもストックさんの中でテックエリートというエンジニア教育のスクールを開講したんですが、そこの監修設計だったりっていうのをしております。テックエリートの話で言ったのでご紹介させていただきたいなと思うんですが、 LP 制作ができる単元っていうのを開講してるんですが、今後 WordPress だったり PHP、Ruby、Python、 それ以外の言語も開講していくので、興味ある方はご参加いただけたらなと思います。ありがとうございました。というわけでいかがでしたでしょうか。今月もね、1位が入れ替わったりとか、深井さんがまた復活してきたりだったりとか、目まぐるしく順位変わってると思うんで、最後に累計のランキングを発表して終わりたいと思います。じゃあこちらです。というわけで今回8月の利益ランキング発表でした。7月から期が始まったばかりなので、どんどん順位変動して認定パートナーがしのぎを削り合うっていう様をね、引き続き公開していければなと思いますので、ストックさんの方どうぞよろしくお願いします。本日は以上になります。ありがとうございました。